うなママさんが普段からおやつを見せてうなーって呼んで目線を自分の方に向かせるっていう風に練習をしているので、こんな風に上手に見えるんですね。ですから写真はワンちゃんとの楽しい遊び。ありがとうございます。今回もたくさんねえ、はい、かわいいゆなちゃん本当にお利口です ね、 ね動かないね。またお利口だとね、綺麗、うん、にまた撮れますよね、うん、なかなか。あ、やっぱりうちも撮ろうと思うと、うん、すぐ封筒まで、ね、そうすごい羨ましい。本当に可愛いお写真ばっかりで、うん、ね、そうですね、はい。でもあれですね、一眼レフ私はまだ全然使ったこと、うん、一回もないんですけど、うん、面白そうですよね。貸しましょうか。貸しましょうか。なんか怖い。2台持ってます、ね。本当。本当。2台持ってます。あの古いのと、あの新しいのと、持ってます、ね。やっぱりデジカメ、コンパクトデジカメだけだと、うん、どうしてもね、撮れる範囲が、お店に置いておいてちょっとこう練習、うんうんうん、ね、ちょっと一回機会があったら、うん、教えてほしいです。ぜひ、あの、あります、ね。お家にこう、うん、もう眠ってます一台。あ、本当、うん、思ってます。レンズも何本かあるので、
でまたねこういったコンテストとかにもね応募するっていう目的があると、ね、あのもちろん楽しみのために、うんうん、だけどやっぱりこう何でもそうだと思うんですけど、うん、ちょっとそのある程度できるようになってきたらその次のステップとしてあの 目標っていうんですかね、はい、がの一つとして、まあ、その目標も楽しみの一つとしてこういったコンテストとかに出す、うん、応募するようになるとじゃあどこどこ行ってっていうそれが楽しみになるんですよね。あの、うん、あと季節ごとねお花、うん、桜とか菜の花とか、うん、あとモミジとかね、うん、季節ごとでやっぱ外で撮るとねワンちゃんのやっぱり顔もね楽しそうに撮れますし、うんうん、そういったお出かけ、うん、そのコンテストに出ようっていう目的がある上で技術をこうどんなんがいいんだろう、うん、どうやったら撮れるんだろうっていうのを勉強しながらこうやって知識を増えながらで一緒にお出かけする楽しみが増えるっていうのはすごくあの全部が、うんね、ワンちゃんもね一緒にお出かけできるのはすごく楽しいと思うので、うん、あのそういった技術向上のためにも、うん、あの楽しみをこう増やすっていうためにもこういったいろいろ機械を使った一眼レフを使った楽しみ方っていうのはすごくいっぱいあるんじゃないかなと思います。はい、はいね、ネットでもやってますし、ね、あのコンテスト結構あのあどっとあのワンちゃんのおやつのメーカーさんがこう月ごとでこう応募してもらってでこう入賞するとあのワンちゃんのおやつを送ってもらえたりとかインターネットで結構いろいろじゃあ検索するとあるんですね、はい、面白いです、はいはい、では番組ではの皆さん の、 あのワンちゃんのお写真も大募集しております。と写真にはあの簡単なご説明とあとその撮影された方のお名前、はい、ニックネームでも大丈夫ですので、はい、あとワンちゃんの名前などを添えてあのこちらまで、うん、送っていただくとまたあの杉川さんのワンポイントアドバイスが聞けたりだとかあのこういったこんなとこ行ってきましたと情報が教えていただけたりだとかすると、はい、あのありがたいのでぜひぜひ送ってください。はい、はい、じゃあこのまま CM です。